皆さん、こんにちは、こんばんは。レイコドリームのレイコです。はい、前回に続いて、今回もやっていきます。効果が終わりましたので、外していきます。もうちょっと色がついてもよかったなと、ちょっと思ってます。もうちょっと色ついてよかったかな。でも、なんか、ほんのりグリーンが、わかりますかね？白い上で見るとわかるかな？これじゃわかんないか。ちょっと難しいですね。ほんのりグリーンがついてます。じゃ、ちょっとバリを取ります。バリが結構、バリがね、気になるんですよね。結構なんて言うんでしょうね。かわいい、見て。かわいくないですか？これとこれちょっと色が違いましたね。同じかと思ったら。わかりますかね。かわいい。これをさ、髪の毛のヘアゴムにしてもかわいいかも。今ね、ちょっとそう思いました。ヘアゴムにしてもかわいいかなって。はい。そしたら、ちょっとね、形を整えていきたいので、どうしようかな。ヤスリでうまくいくかな。きっとやっていきたいと思います。まっちゃんやに願うまで。もうちょっとだな。ほら、全体がこう、こすれてるっていう感じになればいいんですよね。このね、やつりは、ちょっと大変ですよ。でもね、このやつりって、粗めなので、結構やりやすいのはやりやすいですね。ちょっとスマホが揺れると思いますが、お許しください。スマホと連動して、揺れるかもしれません。決まってね。結構粉が。
手が白くなる。すごいですね。これはね、一回ハケでこうやって捨てて、あとはザラザラしてるので、まだ流動テープで取っちゃいます。結構ね、こういう粉ってね、なかなか取れないんですよね。ほんとに。ほら、すごい粉っぽくなるの。もうちょっとかな。もうちょっと、ヤスリで。手が粉まみれ。粉まみれって言った方がいいのかな。で、ほんとね、すごいな。こういうのは。なんかさ、こういう粉をなんか、どうかする方法ないかなって思うんですけど、燃料用品であるにはあるんですよね。これを削った後の粉を吸い取ってくれるのがあるんですけど、そこも、そういうのまで買っちゃうと、ちょっとね、やっぱり、私あんまり、やっぱりね、燃料関係は、ちょっとあんまり、今でね、手広げちゃうと、ちょっときついかなと思って、手広げないようにします。じゃないと、自分が、ネイル用品まで集めなきゃいけなくなっちゃうので、ちょっとそこはね、やらないで。これかな？あ、これ、入らないね。これ小さいやつだね。電動、いいんですけどね、電動もね。便利でいいことはいいんですけど。いちいちするのもなっていうのも正直あるんだよね。あら、よかった。はい。じゃあ、ちょっと。
すごい粉まみれこんな感じでいいんじゃないかなと思うんで、おっとっとっと、滑った。わ、すごいことになって、粉まみれ。粉まみれってこういうことを言うんですね、やっぱね。それでは、これで、これでかけたので、コーティングしていきます。コーティングする前にちょっと声外さないと。ちょっとここで一回止めますね。